元皇居のエアコン担当の秋兄です。本日お送りするのはエアコンとはまあちょっと違って、実は換気扇の話をしたいと思います。特に換気扇でも都市部よりも割とね地方の方にありがちな、お話になるんですが、換気扇のね詰まりについてお話をしたいと思います。最近当社の、お客様になった施設さんでの話なんですけども、まあ、換気扇のね吸う力がちょっと弱まってる気がするんだよっていうご相談をいただきました。で行ってみると、まあ見た感じはね、室内から見た感じはこんな形の換気扇です。見た感じはねそれほど違和感もなく、かといって、音が出てるような状態でもないんですね。ちょっといろいろと見ていくと、確かにねでも吸ってはいないんですよ。おかしいなっていうことで、出口のところ、いわゆる壁から外に出てるところですね、そこを見てみたところ、実はこんな感じになってました。これねスポンジじゃないですよ。蓄積したホコリの厚さなんですよね。めっちゃ厚くないですか。もうね、知らない人が見たらこれスポンジかよって言いたくなるような、まあ言っちゃなんですけど、見事なホコリの塊になってました。これ取り除くとこんな感じになります。なので、いかに換気扇の出口で目詰まりを起こしていたかっていうことがお分かりいただけると思います。この取り除いた後のその金網のところをちょっと見ていただきたいんですけど、めちゃめちゃ目が細かくなってますよね。これいわゆるその防虫タイプと言って、虫が入りにくくするための換気扇のその出口の部分のパーツになってきます。でここの施設さんは割とね山が近くにあって、蚊とかね虫とかいろんなものがこうやっぱ出入りしやすくなるだろうということで、防虫タイプのものを設計のね段階で、選択をされたと思うんですよ。おそらくその当時引き渡しの時にね防虫用のタイプを選定しているから、換気扇の排気口の部分の掃除はしっかりやってくださいみたいな申し渡しっていうのはきっとあったんだろうと思うんですね。ただやっぱりどうしてもその施設さんになってくると人の出入りも激しくなってくるし、その当時のスタッフさんがね移動してくとか辞められるなんてことになると、当然その引き継ぎ事項はね忘れられてしまうっていうケースもあるわけですよ。ですので今ねどうしてもコロナの関係で換気について皆さんが神経を配ってることだと思います。特に都市部よりも、まあ、地方とかね山が比較的近いところになると、このような形で防虫タイプのものを選定されているケースがあると思います。でやっぱそんな時にいきなりね換気扇の効きが弱いなって言って業者さんを呼んでしまうと、やっぱり場合によってはね出張費とか点検費なんてものが発生してしまうケースがあるんですよ。よっぽどね高いところについててなかなか点検も困難だよっていう時は仕方ないと思うんですが、比較的手がね届きやすいところにある場合は、業者さんを呼んでみる前にちょっとこのような形で点検をしてみたらいかがかなと思ってます。やっぱりね数年程度ではここまでたまらないと思うんですよ。やっぱりその地区ね10年近く経ってるお宅だったり施設さんであったりすれば、やっぱりその辺りのこともねちょっと気にかけて見てみていただいた方がいいのかなと思います。意外と皆さんのお宅や皆さんのお勤め先の換気扇の吹き出し口、こんな風になってるかもしれませんよ。ぜひそういったものをね取り除いてあげて、換気扇の負担も軽くしてあげて、少しでも寿命の長いね機器の使用の仕方をしていただきたいなと思います。いかがだったでしょうか。今回は換気扇の出口ちょっと気をつけてという形でお話をしてみました。なるほどな、納得いったよという方、ぜひチャンネル登録そしてグッドボタンの方よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。元皇居のエアコン担当の秋兄でした。それでは失礼します。家庭用エアコン、業務用エアコンのお問い合わせについては概要欄に貼ってありますサイトをご確認の上メールにてお問い合わせください。